今回は執行猶予が明けてからわずか数か月で再逮捕と報じられた清水良太郎さんを鑑定しています履歴一覧から呼び出します2021年4月中心性被検年運欠管がインジュ。 年運のコメントを確認しています気分の晴れない年この年は仕事職場のことで迷いやすい年であるまた夫婦の間または恋人の間もぎくしゃくしやすい場合によっては家庭内に複雑な事情が発生するとあります次に大運を確認しています2016年4月からの10年の大運は 豪材です。大運のコメントは身内と金銭のトラブルに注意すべき時期この時期は自分は何事にも意欲的になるのだが周囲との折り合いで苦しむことが多い特に身近な人夫婦同僚身内仲間などとの間でトラブルが発生しやすいまた財産金銭取引上で揉め事が出やすい時である 共同作業や何かで組んだりすることもうまくいきにくいとありますついでに下に表示されている未用未弱を確認しています4つ全てが未用になっていますので超未用ですでは名詞表に戻って喫強星を確認しています今回の事件に関係がありそうな喫強星が名にあります中が激 日中と日中にありますが、これは配偶者のとの衝突の暗示が強いということです。さらに配偶者以外との衝突も要注意です。特に現在の清水さんは超未妙でんつので、自分一人で物事を進める意欲はあるが、周囲と衝突する傾向が強く、 強調することはできないということです。鑑定日を2026年4月にしています。大運を切り替え後にします。えー、2026年、えー、4月の大運切り替え後ですが、大運十二運は帝王ですね。 それから、大運の吉凶星に用心があります。つまり、今の状態よりもさらに、独りよがりの傾向、それから、吉凶星の用心が大運にありますので、工事魔王子の状態が続くということになります。では、鑑定日を2036年にしています。 この時期は大雲十二雲が水となり大雲吉祥星も問題ないようです。つまり本当に落ち着いてくるのは2036年以降でないかと思います。今回はここまでです。